よいしょ。ね、今日最後の2作をしました。ね、王っていう名字ね、あの、王様の王でしょ。中国のね。え、じゃあ、どこの王家やったんですか。今知らんでしょ。まあ、お辻の関係の人でしょ。オーデン。ウォールデンって言い方なんですよ。いいですかね。じゃあ、オー、ワーノってね。お辻。ウォルダ完全にお続きオーワノオチウォルダオーデンな。まあうちの記憶では2万年前の縄文土器を世界中で生産して料理を再起動させたのに、それぐらい忘れとってもそういったこと、それぐらい困難な動物脅威の深刻な時代を経験してんの、もうすでに私たち人類は特に中国大陸と中東がひどかった。そういったものを結局アフリカにちょっと受け持ってもらってサハラ砂漠化した。でそれはアフリカ人に言うと思ったんだよな。まあ申し訳ないとしたと思うけどさ、中国の方によると2万年前にフリック王で職人で自由職人で即リメイソン到着した久しぶり。7万年前もフリーマンさんを出発してカルディアに到達した。それはケマなんだけどね。で、中国に着いて、それでまあ、ドンケが出迎えたっていうか、まあ、配置知ってるかな。例えば、周公旦やとか、駅橋とかが、久しぶりにこんなものが川から出てきたって言ってるだろ。だから何万年も前にも駅橋って完成してて、実は。それを周公旦が、復元しただけやん、実は。周公旦やったら数千年前の人でしょ。で、じゃあ、陰とか、周とか、陰王、周王って、なんたら王ってついてるでしょ。で、結局その前やったら、まあ、まあ、王がついてるってことかな。まあ、とにかくその、おつじって意味だから、あれは。ね、王っていうのは国の中に、国地下の都市国家のことから国って、国って言うんですよね。で、中の王って感じは、その、外路のことやからね。でしょ？で、おつじっていう感じ。辻はまあ、なんだ、含めの三幸子が、イニコンが一番、が思いついてる、実は辻っていう国字は。まあまあ、そんな慣れたもんが一番いいんだけどね。中国で漢字を作ったのも王でいいから。で、まあ、それがワン。な、ね、王家。な、ね、だから、おつじ家イコール王家。まあ、そのウォルダンイコールワンって言っても別に変やけどね。で、その通夜のことをワンドって言うんですよ。江戸川の、川のそばに、ね、ちょっと切り、その、水溜りみたいに行け。意外と深いよ。になってもワンドって言うけど、それ何かって言ったら、まあ、川から見てワンドってことや。ワンド、まあ、ダブルは外側っていうかね、大きいの外が小さい一、大きい外側が広の外が一、小さい、ね、だからワンドっていうの体の外側にある背骨のようなものだと思うの、実は。で、ウォルテンって時はワンドだと思う。あるいは、うちにとっての荒はばきっていう法器。法器にとって、ワンドンという杖。ね？対応関係ないんでしょ？荒はばきイコールアリアンドット。アリアンドットと荒はばきっていうのかな？ところが、これがまあ、ここにいっぱい入っちゃうよ。いろんな字が。ワンドもする。この説明したでしょ？ね、荒はばきの中に入った人が、肉体を要求した。それがアリアンドットメガネっていう人で、その子孫は、朝鮮の人です。アリガンってそうだね。で、まあ、ワンの説明はそれでいいかな。で、ただその、今、中国は、その、やっぱり、家屋勢力が強い。だから、家屋とかコーナーに関して、なんか、不利な情報出てきへんでしょ、全然。ところが、コーナーに関して不利な情報がいっぱい出てくるでしょ。今、コーナーいじめなって。ところが、ナンバー2の李光耀とナンバー3なのかな、王毅っていう人は、ワンの王毅っていう人は、コーナーやから、どうなってんだよ、と思うよ。コーナーも
強いちゃん強いね。強いちゃん。文明度があった高難をずっと支えてるから。家屋は民族、遊牧民族の攻撃に支流さらされて。高画文明発祥はその今の家屋ですけど。狙い撃ちにされてる遊牧に入りやすいから。高難を海賊が入りやすかったから、イギリスにやられてるよ。その前は枠をやられてるでしょ。で、まあ美味しい桃やったわけ、いわゆる。イギリス人は、メウシって言ったよね。中国のことね。で、でも次ら坂って朝鮮だったこと。読みの国って中国大臣のことね。読みって言ったら、こうがのことにこうが。なんであのようにキーを言うね。で、でも次ら坂ってもだいぶ中国文明に侵食されないところもいいかと。でまあ、満州のことも読むつゆらさかっていうことで、満州と朝鮮半島の部分を読むつゆらさかっていう。まあ、読むつってことも、朝鮮が読むつ、ひらさかが満州なのかな。つって言葉の語源も、ね、もうちょっとちゃんと分析せなあかんのかな。で、結局その、ワンってどこにおったか、オーケー。またこれもワンって言うでしょ。ワンって言うと、土器、ワン。そうなの、土器。いや、出土されたやつなのよ。天津の近くかな。賃貸かな。この辺、あの辺ね、意外と家屋で。ね。で、だその頃は、だから、うちらの文系たちがそこにおってたのよ。で、南下して、それがこうなるの。このまま有利やして、大地。ね。いろんな病気を有利やってね。で、それで、川の問題かな。川の質の問題になってきてね。あと、淡水魚の泥を持っていってる。どうやろな。日本でも泥を食ってる魚の食べ方難しいっていうの。船は味噌でめちゃめちゃ、あれは美味しいシャンじゃないけど、刺身、船とか、そういうの刺身、まあ寄生虫も食ってる、ね。泥沼で生きてる、あの、淡水では寄生虫も食ってる。金魚も持ってるでしょ。金魚買ったりと見たことあるじゃん。ね。で、まあそれはいいとして、あ、金魚の先祖も、船は中国の東南の船で、日本の船は寒いの平気っていうかな、どっちかっていうか草食やけど、金魚はあの雑食やけど、だから赤いの。エビ食うから赤いの。大変そう。じゃあ、あの、血の黒だよ、黒いでしょ。まあ、あまあ、雑食やけども、植物食強いの。だから苦いの。苦い魚は植物食が強い。タイは苦くないでしょ。チヌ苦いでしょ。チヌって苦ってみたいなんですよね。で、で話したんだけど、その、まあ、天津からチヌとあの辺の、それが、まあ、後斎藤の土地やけどな。で、その斎藤はまあ、同じ舞台やけど、お辻家の、藤原家ちゃうの。で、なんかそんな感じで、整理的にできた感じね。それは歴史時代の時間もあってて、数千年前。だから、王っていうのは、まあ、中国大陸の文明を最初に起動した人たち。落ち着きやん。じゃあ、何ここだったんですかって言ったら、うん、まあ、春なって言ってる、春。春なって張り出してる、張り出した国、張り出した国。今のは、うん、見張ってる国、真ん中見張ってる国。どこかって、品川、東品川見張ってるっていうの。今の、どっちかに。語源的にはね。で、春なっていうの、日本から見て、外側に張り出してる国ですよって言って、植民地は変わるな。植民地よりも外側に張るのがあることもあるし、内側に張るのがあることもあるけど、まあガルドって言ったらドイツがいると取り出す。ガルフって言ったらで、バルトって飛び出してる。ガルフにバルトがついてるときもあるし、バルジ大作戦、ね、要するに腹カルカルっていうのは、まあ、河内のことカルってよく言って。で、カルの御子っていう王子が、カルって呼ばれた王子が皇太子やったと。当時の皇太子はカルっていう。ね。ハルっていうのはそのまま外が払った。なるほど。というわけなんです。じゃあ何国やったんですかって、ハルだよ。ハル何の責任者王、王。で、王ってその君主の意味は全然ないから、第一。ね。国。
の中に王がおるけど、あの王は人物のことじゃなくて、ガイロのことだよね。都市ガイロね、どうしても。道、通り、筋、のこと。四つの辻もね、ガイロを意味します。